ちは、アンキロン TV です。今日はですね、先日ですね、マレーコーカサスの、ケランタンさんのマレーコーカサスの、開封動画ですねをしたんですが、今回はですね、私の所属している K&K ドルクスオーナーズチームの、ニックさん、ね、永遠の17歳からこちらマレーコーカサスオオカブトのメス&オスを、送っていただきました。ありがとうございます。わざわざですね、ランバーさんに、行っていただいて、見てきてくださいましてですね、本当になんかご足労させてしまって本当申し訳ございませんでした。しかも受け取りは、横浜の桑田で受け取ってきてくださいました。すいません、なんか本当になんかご迷惑かけて申し訳ございません。ありがとうございます。こちらです。はい、素晴らしいですね、この梱包。マレーコーカサス、じゃーん。しかも、何かいただいてました。あ、綿型だ。メールでですね、おまけでとかって入れていただいたんですけど、産地なのかなと思ったら、綿型ですね。はあ、結構ですね、実は私この気になってたんですよね。茶色で、なんですかね、ツヤのある茶色と焦げ茶色のこうカラーのしているクワガタですよね。ちょっと開けてみますね。面白いですね。私ほとんど大クワばっかりなんで、あんまり他の系はあんまり持ってないんですよね。おお、かわいい。見てください、これちょっと周りのあれと同化しちゃってますけど、おお、すごいかわいいですよこれ。なんかこれ模様がやっぱり特色なんですよね。はあ、すごいです、かわいいですね。へえ、これはなんかうちの嫁もこういうのだったら大丈夫かもしれない。かわいいんですね。こんなちっちゃいんですね。こっちがこれはオスですよね。こっちはメスってことですかね。よいしょ。なかなかいいものをいただいちゃいました、はい、ありがとうございます。ニックさんが羽化させた個体だということなので、すごく貴重ですね。ここにいました。いました。元気ですね。あ、見てください。かわいい。かわいい。メスです。すいません。ありがとうございました。ね。これ、しっかり大切に、ブリードしていきたいと思います。親でこのぐらいの大きさなんで、きっと、幼虫もちっちゃいですから、そういう場所のことも考えてくださって、送ってくださったみたいな感じのところあります。すいません。本当、ありがとうございます。こちらが、コーカサスですね。はい、こっちが、メスですね。ね、なんか結構マレーさんは貴重だというふうに前もちょっと動画で言ったと思うんですけども、輸入の数が少ないからですかね。はい、その形的にはもう太いんですけど、ジャワよりも太いんですけども。やっぱ入ってくる数が少ないっていうことで、貴重というふうに言われてますね。はい、メスです。もうしっかり。で、ワイルドなんで、一応けど念のためですね。私はワイルドでいつも失敗してるんで、これ色すごいですね。これなんかすごい紫色っぽいですよ、これ。ほら、反射が。すごいすごい。へぇー。もう用意して、今日はもうね、しっかり用意してますから、こっちに。しますよ。じゃーん、メスです。綺麗ですね。まだ伏節も全く取れてないんで、まだ若いんだと思います。はい、続きましてオスの方ですね。じゃーん
ワイルドなんで、できるだけ早くですね、ブリードしたいなというふうに思ってますんで、じゃーん、おー、綺麗だー、おー、いいですね、見てください、ね、これは綺麗ですよ、このなんかすごい色がなんかすごいですよ、なんかね、ピカピカです、はい、おそらくまだ若いんですよね、きっと、はい、コカサスは結構凶暴というかですね、激しいやつなんで、ね、もう威嚇してますよ、私のこと、はいはいはい、どうもニックさんありがとうございました、なんかわざわざ本当にすいませんでした、しかも送料もっともらっちゃって申し訳ございません私のもですね何か送りたいと思いますので、どうもすいませんでした、ありがとうございました、はーい、はい、でまたですね到着しました、こちらはですねやはり、マレーコーカサスなんですが、ツイッターでですね先ほど K&K のメンバーのニックさんからいただいたですけども、またですね他の方もですね、おりますということで送りますって言ってくれた方がいらっしゃいまして、イーグル K さんですかね、ツイッターの名前では、はい、の方から、今届けました、当初はこのコーカサスのメスだけだったんですけども、ここにですね島平田がおりますおまけまでつけてもらっちゃってありがとうございます、お、お、元気そうですね、かわいいですね、お、どうしよう、はい、対馬くん、対馬くん行ってみますか、うちにも対馬くんいるんですけど、お、立派ですね、お、立派に顎が長いすごいですね、ちっちゃいくせにすごく顎が長い個体ですね、おお、元気です、お、こっちがメスですかね、メスです、かわいいですね、オスです、対馬平田は通称和製パラワンというふうに言われてますけど、本当にパラワンそっくりですよね、うん、イーグルケースありがとうございます、なんかこんなにおまけまでしてもらっちゃってなんか申し訳ないですね、でこっちが、マレーコーカサスメスですね、もう来た、ね、どうですか、ね、うん、で布節がちょっとですねちょっと前足が2本もう取れてます、はい、まあできるだけ早く、まあ、ペアリングもしくはそのままもう交尾済みということなんで産卵セットに入れちゃってもいいかなというふうに思ってます、まあ、貴重なマレーのコーカサスなんで、一つでも二つでもですね卵が取れればいいかなというふうに思ってます、どうもイーグル K さんありがとうございました、ね、しっかり、今度取れましたら報告しますんで、はい、まだすごい元気ですね、はいはいはい、そうですね、あとペアリングに使ってる、容器をちょっと紹介します、今年からなんですけど去年まではですねまあ、100均の同じようなケースを使ってたんですけども、今回はですね、どちらかというと正方形に近い、ケースに変えてみました、でもう何回かやってるんですけども、ではどういうことを、考えてやったかというとですね、このケースがですね、縦が
15.15センチですか。で、横が、あ、違う。縦が、12.5、横が、15センチぐらいですね。の、箱です。で、ちょっと考えたのは、まあ単純にですね、オスとメスがこういう風にクロスするわけですよね、交尾してる時ってね。でその時に、できれば細長いケースよりも、こう動けるようにですね、こんな感じでね、オスとメスがこう動く、まあここが交尾してるところなんですけど、こんな感じで動けるようにしたいなというのと、やっぱりケースは大きくしたくないなっていうので、この大きさにしました。でこれはあのダイソーさんとかですね、セリアさんとかでも置いてるやつですね、ケースね。私確かどっちでも買ったような気がします。はい、ね。で、まあ先ほど言った通り、横が15センチぐらいで、縦が、12センチぐらいなんですよね。はい、でフォークア自体が約、85ミリとかうちで使ってる親足ですね。まあでかいでも90ミリですよね。他の90ミリ使ってる方っていうのはもうほとんどいないと思います。88ミリですね。はい、バカなこと言ってんじゃないよね。はい、まあ88ミリぐらいの大きいものを使ってる方もいらっしゃると思うんですけども、まあまあ私は80ミリ、83とか大きくても84ぐらいなんですが、まあ84ミリでもここまでなんですよね、大きさがね。はい、で、残りがだいたいメスがだいたい55とかだと、13、14センチぐらいですよね。はい、でまあそうした時にこう、今さっき言ったようにこうクロスした時にですね、こう動けるかなというのが、一つの目論みです。はいね、まあ窮屈な、窮屈、ちっちゃいんですけども、横の幅がある、縦の幅があるんで、うまく交尾がしやすくなるんじゃないかなというので、これにしたところです。前置き長いです。すいません。はいね、で、これは穴開ける、千枚通しでしたっけ？こう先っちょがとんがってるね。これで、こう、まあ、小梅が入らないぐらいの大きさの穴をこうたくさん、ここにですね、開けています。はい、で、いっぱい買ってきてるんですけど、これもうすでにもう全部で10何個買ってます。はい、でこれはまあごく一部なんですよね。でもう一番初めにちょっと用意しておいたのがこんな感じでもう穴開けてますね。で次はですね、ちょっと前ツイッターとかでも紹介があったと思うんですけども、これですね、このドリル、これ32ミリまで穴開けます。これね、これでまあギーッとこう穴を開けて、そこにタイプシートの、上に貼るやつですね、それをこうくっつけて、空気性を良くしようかなというふうに思いました。今回はですね、この穴を千枚通しで穴を開けるんじゃなくて、これで穴を開けて、何箇所か穴を開けて、タイプシートを貼って通気性を確保すると、空気を確保するという形でやってみたいと思います。でこれ、ゴー皆さん、これ Amazon で880円、ね、私プライム会員になってるんで送料タダです、ね、880円で買いました。ホームセンターで行ってみたらですね、なんかすげえ高いんですよこれ。なんで、一応なんか Amazon で見たら安いのがあったんで、ね、いいかなと思ってね。もしよければどうぞ Amazon さんで、はい、最近 Amazon さんの買い物多いんですけどね。だこれでまあ穴を開けていきたいというふうに思います。はいはい、じゃあ早速ですね、開けてみます。通気性を良くするのにですね、4箇所ぐらい開けたいと思います。ゆっくりですね、開きません。感じですかね。ね、こんな感じで穴開きました。これね、4箇所ぐらいやっぱ開けた方がいいですよね。酸欠になってるね。熱くなりすぎると、熱くなるとたまに
密封しすぎるとですね、あの中に熱がこもっちゃうんで、ね、かといって密封度が少ないと虫も入るし、虫も入るし乾燥するというのがあります。ね、難しい選択です。あんまり勢いよくやるとで、やっぱ100円の代物なんで、おそらくすぐにパキッてね、パキッて亀裂が入っちゃうと思うんで、優しくですねやった方がいいと思います。ドリルの、まあでかいドリルだったらね、ドリルの重さだけで下に沈んでくるんで、あんま力入れなくてもですねいいと思います。はい、こんな感じですか。アマゾンで880円です。プライム会員、プライム会員の方は送料無料です。いいですよ。思ったより蓋の厚みがありますね。はい、できました。よし、こんな感じで、開きました。いいですよ ね。これで、この容器は重ねても、ね、ちょうどこのこうくぼみになってるんで、密封、空気の出口が塞がれるってことはないんでですね。でここに、タイプシート貼ります。これですね、これをここにこう貼ると、こんな感じですね。で、完成です。でこんな感じで、いくつか作ります。あとは、早送りでいきます。早送りじゃねえな、飛ばしまーす。という感じで、タイペシートをこれで、貼り終えました。これでね、よいしょ。で、考えたんですけど穴を3つにしました。はい、これで1、2、3、4つ、ね、でできて5、6、あと今使ってるのが7、8個ぐらいあるのかな。はい、ね、全部で10個ぐらいあるんですけど、これとりあえず、後から買ったものは全部、ね、こんな感じで、ドリルで穴を開けてタイプシート貼りました。はい、ね、これでいいと思います。はい、ここでやっていきます。では以上です。ではさようなら。